それでは残りました6名の選手をご紹介いたします。エントリーナンバー42番原谷翔吾、
サウンドラリア、サウンドラリア、サウンドフロント、フロントサウスポー。それでは6位から4位まで発表いたします。第6位、エントリーナンバー56番の桜井蓮。第5位、エントリーナンバー43番姫野浩介。第4位、エントリーナンバー48番竹山天治。さあ、2021年度全日本172cm 卓球ベスト3が出揃っております。オールジャパンの出場権もございます。さあ、それでは第3位の発表です。エントリーナンバー55番高野拓也。発表いたします。第2位、エントリーナンバー49番トグリシン。下がりました。優勝はエントリーナンバー42番原谷翔選手に決定いたしました。新しいボディビルフィットネスレーンで北野明美委員長お願いいたします。原谷選手には賞状そしてメダルが贈られております。株式会社ハーバー研究所様、株式会社リアルスタイル様、ソラード様より副賞が選手には贈られております。フォトセッションとなります。はい、それではかっこよくポーズを決めてください。はい、ポーズです。名実力172cm 卓球優勝はエントリーナンバー42番原谷翔選手に決定いたしました。改めて大きな拍手をお願いいたします。原谷選手にもこの後大盛り審査に出場していただきます。ありがとうございました。一旦退場をお願いいたします。